気持ち悪い趣味って書いてるんですけど、これ何かっていうとですね、人間性を疑われて当然の価値観の多様化といって言葉で許しちゃいけないほど恥ずかしくてみっともない気持ち悪い趣味っていうですね1風俗、2アイドル、3ギャンブル、4タバコ、5、ボーイズラブ、6フィギュア、7多頭、8ラノベ、9エロ漫画、10エロゲー、ギャルゲー、11鉄道、12コスプレというですね、このうち4つぐらい俺は該当するんですけれどもですねもうどうすればいいんだ、人間性を打たれて当然の価値観の多様化といって言葉で許しちゃいけないほど恥ずかしくてみっともない気持ち悪い趣味ということで、すげえな風俗、大金払ってまでセックスしちゃう猿並みの存在、アイドル、少女に金をつぎ込むキモいロリコンの群れ、ギャンブル、楽して儲けたいけど頭は使いたくないクズ、ボーイズラブ、ホモ好きの女を好きになる男はいませんフィギュア、コレクション自体がそもそもキモい、タトゥー、真っ当な人間なら入れるはずがない、エロゲー、人としての誇りを捨て去るラインとかですねもうひどいひどい悪口で逆に読みがいがあるというですね、そうなんですね、今コメントが流れている通り正論すぎるんですけども、ブーカを読む層とまあ被ってるわけですね、こんな形でですね、僕らのまあなんかいる社会というのはですね、もう自分たちの趣味っていうのを自虐的に語るしかない、これがまあひもてということなんですけども、ひもてとリア充っていうのを僕朝日新聞の人生相談とかですね、あとはこの番組でも何回か解説したんですけども、この世の中にあるいいことっていうのを無条件に自分が受ける権利がある、楽しむ権利があると思って、ハロウィンだったら渋谷とか街へ出て、あのなんだろう、メイクした顔とかをバーッと見せて楽しめるのがリア充、そうじゃなくて、なんだろうな、あんなことやってるけども、なんだろう、あんななんかかっこ悪いやつらが、あんなブスが、あんななんかあの英語も喋れないやつが、そんな T シャツ着てどうすんだ、そんなコスプレしてどうすんだっていうふうに資格を問う、なんかそういう楽しいことを受けるには、なんだろうな、資格があったり、もしくはどういう人間なのかという意味を問うてしまうのが僕はひもてだと思ってるんですね。その意味ではブブカっていうのは典型的なこのひもて文化であり、同時にそのさっき言った人に言えない趣味っていうのは、なんかひもての趣味というふうなものになりつつあるなというふうに思いました。